前回かくれんぼをやったのが、2月の7日ということで、2ヶ月ぶりにプレイしてます。余談ですが、前回マリサやレイムを呼んでかくれんぼをやりましたが、人数が増える分編集時間が増加することがわかりました。なので一人実況にします。楽をするな。出演回数と出演料よこせ。え、おかしくね？マジでプレイするのも久々なので、準備運動感覚で鬼やりましょう。なんでお前らみたいな雑魚と鬼しなきゃならんの？はぁー。言ってくれたな、僕は雑魚じゃな。雑魚かもしれないけどさ。でもこれは、力の差を見せつけるチャンスじゃないか。ぶっどーす。ということでどうも吉尾なんですよ。やっぱり、このゲームは隠れる側しか勝たん。周りに仲間がたくさんいるので、この5名の中で誰が一番長く生き残れるか勝負しましょう。いやー、逃げろ。あ、危なかった。うわー、やばすぎるで。絶対バレる、絶対バレる、絶対バレる、暴れた。正直でも戦えないな、派手に動いてもいいかな。いや、動くのはやめよう。マジで生き残りたい。あれ、いけんじゃね、これいけんじゃね。というわけで勝ちました。皆さんこれで死ぬと思いますよね。見ていてください。とんでもないことが起こります。ちゃんと死ぬんで勝負なんかやめやめ。こういうありきたりな場所が、意外とバレないんですよね。これはサバが悪い。テレポーテーション使える人には、到底かなわないので、別のサーバーでやりましょう。普通に隠れてもつまらないので、この明かりの後ろで過ごします。他の人たちは、どんなとこに隠れてるかな。え、鬼一人に対して、隠れる側15名、やばくね。うわぁ、すごいことになってる。どうなんでもないですー。50秒で鬼3人も減ることあるんですね。ちょ、怖い怖い。やばい、完全にロックオンしてきてる。うわ、すっごい追いかけてくる。よし、ターゲット変わった。っていうか、1対15はかわいそうだな。うわぁ、煽り散らかしてる。もう泣いてるじゃん、鬼の人。なんか、一緒の現場を目撃してるみたい。あれ、笑ってる。なんて心優しい鬼さんなんだ。これはもう和解したのか。ちなみに私はスプラトゥーンで煽られたり要望されない限りは煽ったりしません。それにしても、隠れチームの半数くらい、集結してますね。うわ。まあでも、鬼もチャット欄も平和なので、これでいいのか。相変わらず煽り続ける人はいるけど。え？いやヤフージャパンじゃなくてあんなに人数いたのに、父親だけ爆散とかマジかよ。しかも鬼です、負けました。行くぜ。霊長類最強の女性吉田沙織さん。心強い味方もいるしこれは勝てるぞ。負けました。ならば隠れチームで本領発揮です。だがこれで終わらないのが私です。このセリフ死亡フラグに聞こえますが、ちゃんと死亡フラグなんですよね。勝てないのはサバが悪いということで、今度は我が作戦、端っこ作戦でございます。え、早くね、だがこの私の動きについて来られるかな？復活のチャンスを逃すわけにはいかない。木の後ろでリベンジします。はいよ。他の隠れの人は、この地獄をどうやって乗り切ってるんだ？え、なんでバレてないんや？マジで今回一回も勝ってないんじゃね？初期ステージの事務室で鬼か、これは勝てるぞ。勝てるんかい。久々の隠れんぼだしな。一回は隠れチームで残りたいですね。これで擬態して、マップの一部だと思わせる作戦です。宇宙ステーションの鬼、めっちゃ苦手なんですよね。定位置がわからない、哀れなカボチャがここにいます。やばいピー、やばいカボーチャ。残り一人頑張れー。定位置失うのは辛いですね。いやー負けたか。死ぬのは早いぜ。それって僕のことですか？このステージってドアありました？でも見てください。自然に溶け込んでます。なんですか？私はただのドアですけど。よしなんか言ってくれた。一体何をしていたのでしょうかね。死ぬには早いぜー。そんなことより残り一人は。檻に囚われてるだー。皆様急に繁華街のマップになって、先ほどの囚われ壺は、どうなったのかについてですね。まさかの6大ラーです。ザ・定位置のはしごなり。
今のところ、隠れてはぶっ倒されてる動画ですね。いやいつもそうか。他の方のかくれんぼ動画を見ると、みんなうまいんですよ。きっとよプレイを抜粋してあげてるのでしょう。え、そうだよね。え、なんか来た。え、どうしました？この動画を見てくださる皆様は、プレイに期待してない人が多いという体で動画を進行しますよ。ということで、よいしょ、よいしょ。視覚的な隠れ方ですね。再びダンジョンでトーチになったので、リベンジしましょう。お次は銀行でソファーになったので、おとなしく定位置で行きます。え？ちょ、え？場所取られたんですけど。しかももう始まるし。いやだー、いやだー、やめてけろー。ただこれで終わらないのが私です。リベンジになるけど、ここ、初心者じゃ気づけないと思うんだけどなー。なんで？黒い男、その通りだけど。これを身に紛れる作戦できるか？ちょっと鬼たちのレベル見てこよう。無理っぽいですね。物変更します。緑男って、色変わっただけじゃねえか。みんな見てみてー。君の名は。こんなしょうもないことしてる場合じゃねえわ。とりあえずここにステイだ。はや。これで終わらないのが私ですが、鬼が優勢すぎて、復活ボタンが死のボタンに変貌してます。でも私はこれで終わらないのが私なので、復活します。赤い男来たんだけど。あ、君の名はごっこしようか。いや、こんなことしてる場合じゃねえんだわ。普通に隠れましょう。っていうかマジで、3連で男引くとか、男コレクターにでもなったのか？だからはえよ。一回目標を決めましょう。生き残らなくてもいいから、100カウントまで生き残ることを目標にします。鬼スタート地点のすぐそばとか、あまり見ないと思うし、長生きできそうですね。というわけで隠れんぼスタート王。ほらほら、誰も目もくれずに。これはマジで勝ちに行かなければならないようだな。下にいるダリーさんを身代わりにしましょう。目標の100カウントを生き残りました。このまま生き残りたいところだけど。他の隠れの人を見てみましょう。双剣美茶をたしなむ心。なんか風情ですね。シュークリーム？危ないシュークリーム、危ない。わあ危ないシュークリーム。ああ、シュークリーム。爆弾とかじゃなくて同時撃破ね。こちらは双剣美茶をたしなんでおります。あ、久々に隠れチームが勝った。今回鬼チームになかなかなれませんね。また家かー。古時計か、おっともう一人の古時計さん。これは恒例行事となった。どちらが長く生き残れるか勝負しましょう。設置完了、もう一人の古時計さんはあそこです。古時計で生き残ることは、ほぼ不可能だと思うので、ここで勝負をして、優越感に浸るんです。っていうかちょっと待て。ダンサー引いてるこの人とも生き残り勝負しましょう。さあさあ、鬼たちが解き放ちました。そんなすぐやる？生き残り勝負すると、いつも負けるのなんなんだ。あ、入ってきた。やられろやられろ。イエモンなのだ、入ってきました。やられろやられろ。あれ、気づいてない？いや、そうなるよね。うまく映れてませんが、ここでダンサーさんも召されました。なんでダンサーが長生きしとんねん。そして死のボタンを押したのでやられます。残り一人だシュークリーム。爆撃音だシュークリーム。逃げろシュークリーム。鬼たちの殺意パネーぞシュークリーム。すごいぞシュークリーム。あの危機的状況から、死角を見つけ出し隠れるとは、さすがシュークリーム。冷たいのはアイスクリーム。泡立てたのがホイップクリーム。お肌にいいのはフェイスクリーム。みんな大好き頑張れシュークリーム。そして僕は吉尾チャンネル。マジで今日はダメな日だ。そろそろかくれんぼ終わりましょう。このステージで隠れチームになって、死んだらこの動画終わろう。てか。っていうか、周りにたくさん集まってきてるんですけど。何してんの？
なんか謎に壁に引っついてやがる。よし混ざろう。あ、シュークリームも来た。待ってこれ今日の動画のオールスターじゃん。よし、みんなでいれば怖くない作戦だ。始まった始まった。これで鬼がかかるとどうなるか。おー来たー、逃げろー。ここで終わってられるか。これが本当の最後、やられたらこのサバを離れます。ちゃんとサバのみんなに、これ終わったら落ちます、と、メッセージ送ります。あははー、なんでやねん。チャット欄で抜けますと報告したら、皆さん優しく返してくれました。なんて優しい世界なのでしょう。久々のかくれんぼありがとうございました。和料理教室だ頑張ってねー。